再開酒造東側再開酒造株式会社は兵庫県明石市魚住町にある日本酒の蔵元である。針間南東部では良質な米と水に恵まれ江戸時代初期より酒造りが行われている。明石は神戸の灘に対し西灘と呼ばれ300年以上の歴史がある酒所で酒造業を営む蔵元が多く存在した。2019年現在、 赤市市内に酒蔵を持つのは6事業所となった。赤市の酒造りは、江戸時代初期遠方年間に、江東の浦部八兵衛が、領主の許可を得て、酒造を始めたのが、酒造りの始めとされている。また、赤市で古くから、酒造りが盛んだったのは、高層業機が掘り当てたといわれる井戸水など良質な、水が豊富で、張間地方で作られた、山田錦や500万国などの、 酒米や冬に厳しい寒風が吹く風土など、酒造りに欠かせない多くの要素が揃っていたところによる。明石の酒造り、明石酒造組合再開酒造は、兵庫県明石市、魚住町金ヶ崎に位置し、直線距離で JR 西明石駅から北西方向に約 4.5km、JR 姫路駅から南東方向に約 26km のところにある。 旧山陽道に面し西江からの集落の中にある。南側には国道2号が通り、田畑が残るのどかな農業地域となっている。なお、2019年11月15日に同地域における新幹線の新車両基地構想についての報道がされたが、2020年6月15日に赤石市は JR 西日本から計画案の提示を 新型コロナウイルスの影響から延期したいと伝えられていることを明らかにしたが、最下位酒造では酒蔵近くの自家水田で収穫した山田錦などを酒米とし、米作りから酒作りまでを自らの手で行っている。純米大吟醸と大銀醸は山田錦を100%使用し、手作りの麹と敷地内にある井戸から汲み上げた仕込み水を使って、 極低音でじっくりと発酵させている。フルーティーな香りでやや辛口。純米大吟醸は熟成腰も作っている。初代、二周三平兵が空に舞う美しい鶴に乗って大空を駆ける夢を見たことから、空の鶴と名付けられた。酒蔵の見学には事前に予約が必要。商品の入手方法は、蔵元直売所での購入、ネット注文、ファックス注文、 メール注文、地元の販売店など、明石市内にある蔵元の一覧、ありがとうございます。